はい、こちらをですね使って体験していきたいと思います。なるほど、地図でプチュって5を押せばこっちにすぐ飛ぶと。そうなんですよ、もう安心安全、なだらかな下りが来ております。こんにちは、自転車技師声優の岡田くんです。ヤッホー、カレンです。プレイの田村です。はい、ということでやってまいりました。今回ですね、久しぶりにヤッホーさんの登場ということで。ヤッホー、はい、ヤッホーさん、今日は何をするんですか？はい、今日はですね、韓国初の、サイクルコンピューターブランドのトリム、はい、こちらをですね、使って体験していきたいと思います。なるほど、前ね、一緒にトリムのね、サイクルコンピューターやりましたもんね。はい、そうなんですよ、もうあれからどっぷりと、うん、どっぷりと愛用しております。おー、いい感じ。はい、そうなんです、今回新作ということで、はい、すごい楽しみです、ね、楽しみですね。そうなんです。はい、そして田村さんは新興ブランドについてはどうですか？そうですね、いろいろあるかなと思うんですけれども、うんうんうん、性能とかどうなのかなっていうのはちょっとその疑心暗鬼というか、はいはいはい、ちょっとそういうところはちょっとありますね。なるほどね、はい、1万円台でしたっけ。1万台で5000円ぐらい。あ、まあ、そんなですね、田村さんのちょっとなんか感覚みたいなのを覆しに、今日はこれから一緒にサイクリングに行きたいと思いますので、イエーイ、行きましょう。ぜひご体感いただければと思います、はい、ちなみに今回の動画最後にプレゼントキャンペーンありますから、おこれももらえる、これ、あ、もうこれもらえる、これ、あ、本当に、本当にそれ最後までぜひご覧ください。はい、お願いします。お願いします。さあ、田村さん、まずは見てください、はい、この大きな画面。確かにね、見やすいですね。そう、すごい見やすいんですよ、うん、で、うんうん、いろんなページ自分でカスタマイズできるんですけれども、これがまず1ページ目、はい、距離とか速度見えます。あ、なるほどね、たくさん。2ページ目、そうなんです、ほら、高度とかこんなに。あ、これ、じゃあ山登るときとかはこれを見るとかね、うんうん、そう、切り替えて見ることができるんですよね。これあれですか、そのスマホのアプリと連動させてそこでデータの順番入れ替えたりとかできるんですかね。そうなんです、こんなページいらないなってときは2ページにしてもいいですし。なるほどなるほど、そう、その時の自分が見たいもの。あ、じゃあ本当に好きなようにできるんだ。そうなんですよ。あ、いいっすね。さあ、ということで、はい、このトリムローリー、はい、すっごくマップが見やすいんですよ。地図ね。そう、はいはい、なので今我々は横浜市保土ケ谷区にいるんですけども、はい、そうですね、この辺りをぐるっと、はい、なるほどなるほど、一周するルートをまずは作っていきたいと思います。はい、今日は、まあ、青緑も気持ちいいので公園の方でも行きましょうかね。経由して横浜動物園もあるんですよね。ということでここを経由してカフェが ね、 あるんですけどね。ちなみにこれ検索とかもできるんですか？検索もできます。出てくるかな。あ、出ました。あ、なるほど。あ、じゃあ検索もできるってことね。オッケー、うんうん、10.03 キロの、あ、ちょうどいい、ちょうど10キロ、そう、いい、ね、コースなんですが、はいはい、今どんな気分ですか？いやー、昼くらいでしょ。あ、本当に昼くらいでしょ。行きます？行きましょうよ。行ってみましょうか。行ってみましょうか。はい、まあ1時間ぐらいですかね。うん、マップができましたので行きましょう、うん、ゴーピー、早い。なるほどね、もうゴーしたらすぐ行くんだ。はい、こんな感じで出ます。なるほど、もう地図作ってゴーを押せばこっちにすぐ飛ぶと。そうなんですよ、もう安心安全。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあついてきてください。はい、ちぎられないでします。いや、それはしない。じゃあ行きましょう。はい、オッケーです、オッケーです。よっしゃ、はい、行きましょう。公園に行くための上り坂。さっきあれですよね、ヒルクライムの道を選んだから。選んだの田村さんですけどね。 1.4 キロ先右です。お、結構登るね。登るな、結構登るね。登るよ、登りますね。行きますよ。あと 900m ぐらいで右行きます。64、68、もうそうリアルタイムで変わっていくんですよね。そうそう、デフォルトで軽電数センサーとか速度センサーもついてる。そう、ついてるんですよ。あ、それはいいね。さあ、ということで保土ケ谷公園にやってきました、はい、いや結構登りましたね。登りました。だって田村さんがいや、そうですね、クライムって言うから。いや、でもいい感じでしたね。そうですね、いい感じ、はい、心地よく進めましたけど。岡田さんはちょっと疲れてましたけど。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだいける。まだいける、はい、じゃあね、これ今回せっかくなので、はい、ちょっとこの画面ね、はいはい、見ていきたいと思うんですが。なるほどですね、まあ、こんな感じでデータフィールドが、まあ、いろいろね組み合わせれるんですけれども。あ、そういう、ここで選べるんだ。そう、選べる、しかも、はい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 、
さっき7ページまで作れたんですが、もっともっと追加もできるんですよね。取り付けはね、かなり簡単そうでしたね。そうなんですよ、ね、パパッとねやるだけだったんで、なるほどです、なるほどです。この後も下りで、はい、そうなんです。ここからですね、下りですので、はい、行きましょうか。心地よく、はい、参りましょう。では行ってきます。じゃあここから 400m ぐらい下ります。なだらかな下りが来ております。ではここからはちょっと、はい、あえて道を外れてみます、うん、なるほど。おやおや、たくさん道ある。そうなんです。ということで、どういう風にねトリムが動いてくれるか見ていきましょう。はい、はい、ではレッツゴー。ではでは、合ってた。そうだよね、なんか合ってる、合ってるルートだよなって思ってた。曲がっちゃおうかな。本当はこっち。本当はまっすぐ曲がっちゃいましたと。おー、間違ってる。今道外れました、うんうん、じゃあチロリロリンと音が鳴ります。はいはい、で、ここに新しい道を再検索しますかっていう風に出てくれるんですよね。なるほどね。そうで、ルートコースも違う違うっていうのを音で教えてくれるんです。おー、うん、なのでここをポチッと、まあ、進んでからイエスを押せば、ね、はい、進んでからイエスを押すとまたリルートしてくれます。なるほどですね。だから間違えても、まあ、目的にはたどり着けるよと。そうそうそう、間違えてるよっていうのをすぐさま教えてくれるし、すぐに検索もしてくれる。はいはいはい、うん、ではでは、はい、これから野毛山動物園に行きます。最後の登り、最後の登り、イエーイ、行きましょう。イメージ登り登りましょう。岡田さん、あれ岡田ギブアップ、ギブアップ、ギブアップ。キリンが待ってますよ。いかいかいか、もう死んでる。だってもう君らさ、40万40万なのよ。40万40万、俺これ5万のさ、5万のボロボロクロスバイクで今頑張っとんよ。岡田さんかなり、ね、しんどそうだったもんね。そっか、これはね10キロね、無理させてすみません。いやもう本当に死にそうな感じだで。どうします。じゃあ、チェンジして、じゃあパパつけるやんか。はいはい、じゃあ、はいはい、すいません、すいません、もう、ここからギブアップです。行きますね、出発地ここでしょ、はい、カメラマンやと思って楽やと思ってたら、今日かなりしんどかったわ。400m で着きますので、近っ、行ってくれる。行く行く、じゃあ行きましょう。コーヒー、コーヒーやろ、コーヒーやろ、アイスコーヒー飲もう、はい、アイスコーヒー飲もう、もう行こう行こう。この映画館マジおもろいね。では到着しました。はい、やーほんまにすぐやった。初めてだった、うん、よかった。お疲れ様です。マジで登りたくなかったからな。アイスコーヒーじゃいただきましょう。終わるということで、はい、いただきます。公園に着きました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ではでは、フィニッシュしますね、はい、フィニッシュはそっちでね、こっちとして、で、飛んできました。はい、じゃじゃーん、はい、今日はちょっとね、途中コースを変えたので。そうね、最後ね、はい、はいはいはい、合計 8.18 キロ、うん、うん、ちょうどよかった。うん、カロリー176、うん、消費しております。ストラバに連携、ストラバアップロード、へぇポチ、うんうんうん、オッケー。じゃあストラバを開くと、丸山カレンさんが、あ、今日のところ、あ、本当だ本当だ、ストラバとの連携もできる、うん、うん、うん、さあ田村さん、改めまして、はい、どうでしたか、使ってみて。かなりいいんじゃないですかね、うん、はい、というのもですね、もちろんあの高級機材にしかできないその最大酸素摂取量だとかね、うん、そういったものはできないかもしれませんけれども、まあ、そんなの欲しい人でそんなにいないと思うんですよ、まあ、正直これ十分です、うん、はい、かなり、なんか画面がやっぱり大きくなったので、はい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 、見やすくなった。なるほどね、なるほどね、うん、このこういった画面ね、そう、すっごい大きいから、はいはい、あの道もね、分かりやすいですし、あと、なんていうのかな、全体の質感がスタイリッシュになったんじゃないかなっていうのをすごい感じます。かっこいい感じ、はいはいはい、うん、見た目の変化もすごい感じますね。あ、そうなんだね、うん、重さはどう。そうですね、多少こっちの方が重たいけれども、
そんな気にはならない、うん、全然軽いと思います。そう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 、はい、あとね電池もまだ 94% 残ってるんで、はい、軽くて電池が少ないとかいうことはないですね。そういうことですね、はい、確かに確かに全然持ちます。で改めてお値段が全部ついて1万6000円ぐらいでしたっけ、うん、そうですね、はい、これないくらい、いやいいんじゃないですか、これでいいんじゃないですか、いいでしょ、はい、さんいいでしょ、いいと思いますよ、はい、なかなか使い勝手良さそうでしたね。良い良い良いです良い良いです、はい、いやこれね使ってみたい人多いと思うんですよ、うんはい、使ってほしい使ってほしい使ってみてほしい、なんとね、うん、なんとボードにもありましたけれども、はい、2つプレゼント用にもらっておりますので、概要欄のね Google フォームから応募いただければ抽選で2名にわー、おー、はい、普通に嬉しいな、嬉しい普通に嬉しいよね普通に嬉しいなこれぜひ感想とかもね使ってみた、うん、はい、SNS とかでも言ってみてもらってもいいし、うん、動画のコメントなんかにもいただけると嬉しいなと、 ありがたいですね、うん、さあということで本日はこのトリムのローリンをご紹介してまいりました。コスパよし、使い勝手よし、そしてこのスタイリッシュ、はい、ぜひぜひ皆さん手に取ってみてくださいということで、この動画面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメント欄にコメントお待ちしております。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。